目黒ハスに、目黒いらないと言われた、過去のトラウマ、代役から這い上がった苦労人ゆえの重圧。スノーマン目黒連、27、が8月15日より体調不良で活動を休止していることでファンが心配を募らせている。所属するスタートエンターテインメントは公式サイトで、医師の指導により大事をとって療養期間を設けさせていただきましたが、体調も順調に回復し、徐々に仕事に復帰させていただく予定となっております、と解放に向かっていることを明かしているが、26日の目黒の主演ドラマ、海の始まり、フジテレビ系は特別編、恋のおしまいが放送された。目黒といえば、キリンビバレッジ、午後の紅茶、やキリンビール、晴れ風、薄型テレビレグザや後世などの CM に続々と起用されるだけでなく、高級ブランド、フェンディ、ジャパンブランドアンバサダーに就任。その多忙ぶりは明らか。さらに個人の仕事だけでなく、スノーマンのグループとして人気もうなぎ登り。21日の YouTube 生配信では、グループ初&歴代最速5大ドームツアーと新アルバムリリースを発表するなど、勢いが止まらない。